どうもメンディーです。今回のムーブオンは、2017年3月ということで、日本では年度末、今この町は、おそらく卒業間近に控えているであろう若者たちでごった返しています。ということで今回はこの渋谷の街を私メンディー独自の視点で皆様にお届けしたいと思います。というわけでね、まずはここ、渋谷のスクランブル交差点からスタート、したいと思いますが、やはりね、海外ではこういう大型な人が行き交う交差点っていうのは珍しいみたいで、やっぱり観光客なんかでも、ごった返したりしてます。渡ってから見るここから渋谷駅だったり109道玄坂の方だったり、いや違うねやっぱり見え方が。あ、渡ってよかった。光がこんなにそびえ立って見えるもの、やっぱこう好奇心に身を任せるっていうのはね、いいことあるもんだ。それはね、何歳になっても変わらないね。負けてらんないよ、渋谷の若者に。さて、うわー、すごい。渋谷ヒカリエです。もともと今ヒカリエがあった場所にね、東急のビルがあって、デパートだったのかな確か。でそこの最上階に小島プラネタリウムっていうのがあってね、そこ私が中学の時まであったのかな。で毎月、ほぼ毎月母が連れて行ってくれて、私はすごく星だとか星座とかギリシャ神話とかそういうのが好きな子供だったから、プラネタリウムっていうのはその月ごとにプログラムが変わるのでね、それを楽しみにしていたことをなんかふと光栄を見上げていって思い出しましたが、もうね跡形もなくなっちゃったけど、まあでもまたこの渋谷という街を象徴する素敵なモニュメントが一つできたと思うと、まあそれはそれでありかなっていうような感じ。わあ、なんか銀座線がすぐ上を通るんだ。ここも変わるからね、銀座線も。まあちょうどもう建て替え直してるけど、もう始まってるけどさ、こういうところが見れるのも今だけだもんね。すごい。
初めて来た。初めて、そして乗るよ。早い早いすごいスピードガッてくるガッてくる。あ、すごいね。なんかこの登っていく絵もアートだ。早い。わあ、すごい。わあ、なんかすごい。渋谷に浮いてるみたい。でもなんか私ここまで登ってくるの初めてで、光へ実際に登ってみて、こう私の頭の中にある渋谷のイメージとちょっとギャップを感じました。っていうのはやっぱり気づかないうちにこう刻々とこの街が生まれ変わろうとしている。それが一望できるからよりこう実感できる場所というか。ちょっと動揺してる。楽しかった。ではでは、今度はちょっとこの明治通り沿いのね、私の未だにたまに行くかな、よく行く公園をご案内したいと思います。あー、来た来た。あー、今はね、ロッククライミングの施設だったりだとか、こう人工芝のサッカーグラウンドとか、あとスケートボードのスペースが設けられてたりとか、いろいろまあ豊富に取り揃ってるんですけど、私がまあ昔まあちっちゃい頃来てた時とかはこんなに整備されてなくて、もうちょっとこうさらちな感じの印象が多かったけど、本当にこう綺麗な公園に生まれ変わったらどれだけ楽しいだろうななんて、ほんちっちゃい時に思っていたら、まあ不思議、実際にそういうね、今はもう大人も楽しめるような公園に生まれ変わりました。でこっち行くと、もう山手 JR のね線路が見えるっていう。この場所で響いてくるこのレールの音がね、打楽器みたいで
すごくねリズムをね刻みたくなる。で楽器持った人たちなんかがここで演奏の練習をしたりしている光景をよく見るんですけども、今日もね、あの打楽器の練習をしている人がいるけど、それもやっぱこのリズムにつられてなのかな、レールのリズム。さてと、空中からの景色も堪能したし、ね、次はちょっとなんかこう地下な感じというか、別に地下に入るわけじゃないんだけど、ちょっと地下な感じ、ディープな感じなところ行ってみようかなと思います。パルコが私ちょうど30の学年なんですけどね、その世代から言うと渋谷ってやっぱ09109とかそういうイメージを強く持ってる子の方が多かったけど、やっぱり渋谷といえばパルコみたいな、多分バブル時代を通過したことがある人はパルコの広告とかすごくあの CM で見てとてもインパクトがあるし、毎回今度はどう攻めてくるんだろうって楽しみにしていた人も多かったと思うんだけど、今はねご覧の通りこう建て替えしてます。いやー、なのでこう数年後が楽しみだわ。また素敵な文化の発信地になるといいね。今工事中の渋谷パルコから下って東急ハンズあたりになると、このあたりはね数は結構減っちゃったけど、レコード街、レコードショップ街っていうところなんですね。この坂を下るっていう意味も含めたり、あと流れてくる音楽っていうことも含めて、私の中では渋谷ディープ地区みたいな感じ、うん、そう、この辺りにねレコードショップが密集していて、ここまあマンハッタンレコードはもちろんだけど、今どうなってんだろう、全然最近来てない。あ、もっとね私が一番渋谷通いをしてた小学校中学校ぐらいの時はずんどここう音が響いてたような感じがするんだけどね、平和になったもんだ。ああ、こういうとこ変わんないね。スプレーアート越しの小学校ってなかなか面白いよね。
私ね、あのちゃんと何その町のルールさえ守ってればスプレーアートもね、もう立派なアートっていうか芸術だと思うんですよね。だからそういうなんだマナーみたいなものさえ守ってれば、こうだからこういう場所っていうか、私はその渋谷区民じゃないからどういうルールになってるのかはわからないけど、こう小学校も近いことだしね、ちっちゃい子が小さい頃からこういう文化に触れる場所がたくさんあると、きっと成長した時にまあ夢じゃないけどこう選択肢が広がって、もっともっとこう充実した人生を送れるんじゃないかなと思う。私がそうだったし。あーこれなんてかわいいこういう発見があるからいいね。揺らないで帰ろうと思ったけど、やっぱ一軒ぐらいね見とかないと、せっかく来たんだ。楽しかったもう撮影のことなんか忘れちゃってでもそういう街って誰でも持ってるじゃない。私はなんか渋谷は気取らず気張らずっていう感じ、もうちっちゃい頃散々遊んでたから、今さら気取ったりして出かけていこうっていうふうに思わない街。さて、もう完全にこっちは住宅地だけども、小東方面をね歩いて、この小東文化村ストリート、まあ、こっからこの通りをもって住宅地とね、この渋谷の街繁華街の方を結んでいるストリートなんですけども、わりかしこうちっちゃい頃はもう目的があってそこに向かうみたいな、漂うってことしなかったというか、そこの魅力、その街をさまよってみるっていう魅力にまだ気づかなかったのね、私は小さい時に。だからこの通りとかも絶対歩いたことはあるはずなんだけど、もしかしたらその当時のはね、多分街並みは変わってはいるんだろうけど、今もっとこうより自分が引いた目線でこう見れるから、そこを街を歩いてる自分を背に、こう自分が主観ということだけじゃなくて、その自分が街を歩いてるっていうのをさらに引いた目で見れるような余裕ができたからか分かんないけど、すごくこうね、昔は気づかなかったけど生き生きしてる、
この町とても好きだな。あ、公園だ。入ってみよっか。もうちょっと。あー、覚えてる。ここの公園は覚えてるな。でもほんの数回しか来たことないんだけど、なんか風の匂いで思い出したわ。ここは来たことある。はあ、なんかあっという間にこう黄昏時になってしまいましたけど、今日ね、一つすごく私自身発見したことがあって、それはこの渋谷のね、温度差。温度差っていうのは気温だとか人口密度だとかそういうことじゃなくて、こう一般的にクローズアップされる渋谷、まあ若者のカルチャーの発信地点で、駅前の再開発で観光客が訪れるような側面、そういったところからほんの少し、それると同じ渋谷の街でもなんかこうすごく力が抜ける場所があるんだなっていう、その温度差です。例えて言うんだったら、すごく騒いで、家に帰ってきて急にふっと力が抜けて、もう自分の部屋にたどり着けないまま、そのままリビングのソファーでぼーっとする、そういう温度差、それが同じ渋谷の街の中にも混在してるんだなっていうこと、そこにすごく改めて渋谷の街というものの魅力を感じました。また新しい年度、来月からもなんかそういう行ったことのない街、もちろんあの親しみのある街も含めてですけども、改めてそういう街の多面性、側面みたいなものを私自身が発見して皆様にお届けできればなぁなんて、こう新しい希望を生み出すことができました。ぜひ皆さんまた、来月以降も私にお付き合いいただければ幸いです。それではほっとした気持ちのままメンディーでした。何かを超えたい一人の